全員似たように見える?うん、似たようにしか見えない。そんなことないっちょ。よく目を凝らして見てみるっちょ。よく目を凝らしても、一緒じゃね?これまでのあらすじ。魔王誕生の後、海底王国ムーレアで魚の姿となって目を覚ましたエナは、女王セレンの助けで王国を襲った魔王配下の魔物から逃げおおす。流れ着いた海で漁師アラーニに釣り上げられると、魔法は解け、アイナは人間の姿へと戻った。アイナを釣り上げた漁師アラーニは、アイナのただごとではない様子に深い訳があると察し、皆の希望である英雄がいるという最後の砦のことをアイナに教えてくれる。世界を回り、仲間を集め、希望の炎を灯す。王国から逃げた際に、女王セレンから進むべき道を示されたアイナは、英雄がいる最後の砦を目指すことに。ひとまず、アラーニの提案で、疲れた体を癒すため、デルカコスタ地方の小屋で一夜を明かすのであった。よくお戻りになられました、アイナ。アイナに我らが神のご加護がありますように。ほいー!ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、一応セーブしにここまでやってきたんやけど、あれよね。前回、この辺になんか、ヨッチ族とかいう、びっくりした。消えた。あ、これこれこれ。勇者様、ヨッチ村に行きたいっちか?じゃあ、わしの力で、早速、レッツゴーだっち。ただ、その前に、今の状態を冒険の書に記録してもらってもいいっちか?はい、全然いいです。うん。しっかり記録できたっち。それでは、よっち村に、レッツゴーだっち。は。すごい!めっちゃ可愛くない?ドットやドット。今は話せる仲間がいない。いや、違う違う違う、そうじゃなくて。勇者様、ようこそいらっしゃいました。ここは、よっち村。時の行く末を守る一族、よっち族が住む村です。うわー、なんかいいね。いや、昔はさ、こんなゲームばっかりやったけど。すごい感動なんやけど。いいね。これベッド?暖かそうなベッドがあり、休んでいきますか。おー、しかも休めるっぽい。いいね。こっちなんやろ、教会?あ、ゴールド銀行。なるほど、なるほど。ヨッチ族っていうのは魔物ではないんかな。いや、なんかこの昔懐かしの感じすごく好き。あとなんかこう、さっきまでの 3D の時はあんま思わんねえけど、やっぱドット絵になった途端にめちゃくちゃ壺を割りたくなるね。私も冒険の書の合言葉を探しに、ロトゼタシアに行きたいってお願いしたら、お父さんにダメって言われたわ。まだ子供だから早いんですって。ちぇ、つまんないの。私も勇士の仲間になりたかったのに。子供も大人も変わんなくねえ、なんか見た目。わからんねえけど。あ、教会や。不思議なことに、ユイス様の近くにいると、どんどん勇気が湧いてくるでやんす。臆病な僕にもそう思わせてくれるユイス様のカリスマ性は、とんでもなくすごいでやんす。語尾。あれかな、なんか気軽に割れるけんかな。なんかね、ほんと、流れるように、息をするように壺を割っていくんだけど。なんだろうか。何でも調べたくなるよね、ドットエンド機って。人間には予知族が見えないから、私たちよく人間の住む世界に行って、いたずらしたりするの。あなたの世界で起こる説明がつかない不思議な出来事は、もしかしたら私たちの幸せかもね。ああ、妖怪の仕業やったり、いろいろと大変そうだな。あ、これ同じやけん、いけるかと思ったけど。やっぱ宿屋じゃないけん、無理か。ベッド。3D になったらこれね、壺割ったりとか、樽壊したりするのも、なんかいちいち、モーションが長いんよね。あ、ユイス様が、ヨッチ族を助けるために来てくれるなんて、なんという幸運なのでしょう。ユイス様、私たちにはあなたしか頼る人がいません。ヨッチ族の使命のこと、何卒よろしくお願いします。ヨッチ族の使命ってなんだ、聞いたっけ?そんなの。酒場かな。ヨッチ族はみんな個性豊かだっちよ。特にオラなんてイケメンでオシャレだから女の子にモテモテだっちょ。ん?全員似たように見える?うん、似たようにしか見えない。そんなことないっちょ。よく目を凝らして見てみるっちょ。
よく目を凝らしても一緒じゃね。祭壇の間には大切な本があるの。それをきれいにお手入れするのが私のお仕事だったのよ。それなのにあんなことになっちゃって私とってもショック。一体誰があんなことしたのかしら。何が起きたの。ほら、女の子とか男の子とか性別の区別すらつかんもん。なんか君が勇者なんだな。言われてみれば確かに君から凄まじい勇気の力を感じるよ。君から勇気の力をもらえば冒険の書のことで落ち込んだ奴らもたちまち元気になるだろうな。冒険の書のこと？その祭壇の間にある本とかいうのが、その冒険の書？いらっしゃい、よく来たわね。ここは四つ族が憩いを求めて集まる平和と安らぎの酒場よ。四つ族の好物はもちろん、人間が飲めるものも置いてあるから、どうぞゆっくりしていってね。四つ族の好物って何やろ？知ってたかい？クルッチは長老様の孫で、普段からとても仲がいいんだ。将来俺に孫ができたら、ぜひともあの二人のような関係を築きたいもんだぜ。年齢すらもよくわからん。大きさ、なんか、大きさの差もないし、なんか女の子、スカート履いたりとかさ、ツインテールして、なんか赤いこいつ、こいつだけ、こいつは違うってわかるよ。すぐわかるよ。お、16ゴールドゲット。今、ロトゼタシアでは、四つ族の仲間たちが冒険の書のない言葉を一生懸命探しているの。旅の途中で見かけたら声をかけてあげてね。ほうほうほう。冒険の書の合言葉。なんか昔のゲームにあったようなやつ？あれ、覚えとかんといかんのよね。何これ、なんか出よるけど。石碑には始まりの祭壇と書かれている。ここから冒険の書の世界に行けそうだ。冒険の書の世界って何？ガライの町。ガライの町ってどこ？全然覚えてないけど、なんかあれだけ光よるね。石碑には目覚めし者の祭壇と書かれている。冒険の書の合言葉があれば、ここから冒険の書の世界に行けそうだ。これだけなりうるってことは、私なんかしたっけ？全然覚えてないよね。四中族と出会っとったこと自体覚えてないしさ。あれだけなんやね。なるほど。あ、これもわかるよ。ヒゲ生えとるの。でも他におじいさんもらんよね。ジョロッチ。冒険の書の合言葉を教えてもらった、その時から、冒険の書の世界の扉はすでに開かれております。早速、祭壇に置かれている冒険の書を調べ、中の世界の様子を確かめてくだされ。よろしく頼みましたぞ。オイラが教えた合言葉で、始まりの祭壇の冒険の書の世界にある、ガライの町に行けるようになったっちね。一体何が起きてるかわからないっちが、勇士様だけが頼りっち。気をつけて行ってらっしゃいっち。何？なんか知らんけど。え、これは何をするの？ガライの町ってどこ？行ってみよう、じゃあ。あ、なんかこの感じも懐かしい。旅の扉とかでよくあったよね。あれ何やった？ドラクエ、セブンかな？なんかいっぱい石板集めてするやつ。なに？うわ、もう本当に昔風な感じや。なるほどね。なるほどね。モンスターの姿すら見えない。うろつきよったら出てくるやつ。なんなんここ、錆びれた街？てか街中で出てくんのよな、魔物。あ、しかも私、あ、そっか、私しかおらんのか。仲間おらんのよね。うん、一人やった、忘れてた。あ、でも私、戦いの画面こっちの方が楽。めっちゃ楽。なんか 3D やったらさ、何も起こらんのに動かし回りたくなるんよね。誰？君。おう、旅のお方、聞いてくださいまし。ここは偉大な吟遊詩人、ガライの名を継いだ昔語りの町。先日急に魔物がやってきましたな。ガライの墓に忍び込んで、彼の遺品の銀の盾ことを盗み寄りました。銀の盾ことはただの遺品ではありません。ひとたびかき鳴らせば、音色で魔物を引き寄せるあやかしの品。魔物はこの町で銀の盾ことをかき鳴らし、止めどなく町に魔物を呼び寄せてまして、町の者はみんな逃げてしまいました。このままでは町は滅びてしまいます。どうか銀の盾ことを盗んだ魔物を倒し、町に平和を取り戻してくれませんか？ほう。ガライの町の墓守の老人に銀の盾ことを奪った魔物を倒してくれと頼まれた。報酬は金のブレスレット。クエスト受けましょう、じゃあ。おう、ありがとうございます。銀の盾ことを盗んだ魔物目は、この町のどこかに潜んでおります。あ、町の中？暗く見えるような場所にも道は隠れているもの。
街の中をよく探してみてください。街の中は縦言の音色に引き寄せられたもので溢れ返っていますからご注意を。ご不運をお祈りしています。クエスト、お騒がせリサイタルを引き受けました。なるほど、角度変えれるんかと思ったけど変えれんかったわ全然。あ、でも魔物が見えるのは結構嫌いなようになるし。だってね、やたら出てくるやん。びっくりした、なんかどっかに入ってったんかと思った。なに？モッツァレラ？モッツァレーラやった。こっちの方がサクサク倒せる感ない？暗く見える場所がまずわからんねやけど。とりあえず、魔物が多い。避けていくこともできんもんね、これ。はい、オッケー。あの旅の扉、なかったわ。あ、てかそこか。そこ入っていけばいいってこと？おじさんが避けとるとこ。待って。特技、特技。ねえ、おじいさん避けとるとこなんか全然私見てなかった。見てなかった。なんか宝箱いっぱいあるよ。薬草に、不思議な火種に、20ゴールド。しょぼいな。特に何もなさげ。転生がどうたらこうたらって見えとるのすごい気になるんやけど、なんて書いとんやろ。じゃあ4名やって感じやけどね。あ、いっぺんにいけんかった。同じ種類じゃないといけんかった。で、そこの壁の一部が色変わっとるけん、多分そこからいけるよね。これこれ。お、抜けた。お、なんかおるよ、なんかおるよ。いや、目の前でスライムがやられるのを見たけんね。ガハハ、こいつはいいや。この銀の盾ごとを書き鳴らせば、客がどんどん集まってきやがる。客？お、なんだなんだ、人間の客か。お前も俺の歌を聴きたくて来たのか？あ、そっか、そういえばリサイタルがどうのこうのって言おったね。あ、戦いじゃないの。なんだって？銀の盾ごとを返したと？バカ言っちゃいけねえや。こんなエメルような楽器返すもんか。俺はドラムゴード族の神出しもん。生まれつき音痴で、誰も俺の歌なんか聞いてくれなかった。だが、この銀の盾ごとがあれば、俺の歌を聴かせる客に困ることはね。毎日毎晩リサイタルしてやるぜ。どういうこと？声が綺麗になるとか？邪魔する奴は容赦しね。俺様の魂のビート、その身に刻みやがれ。うかーん！なんだその鳴き声。うわ、なんか、あれよね、ドット絵の時ってさ、なんて言うん。あの状態の時とこのアップになった時、魔物の姿が違いすぎてさ、想像つかんよね。銀の盾ごとを盗んだ魔物を倒した。ガライの町にいるおじいさんに倒したことを報告しに行こう。ね、この先が気になるんやけど。この先は真っ暗で住めそうにない？はぁ、どういうことだよ。こっちは？くっそ、いけねえ。これで魔物も消えたかな？別に消えてはないんかな？おう、旅のお方。銀の盾ごとを取り戻されたのですね。さあ、渡してくれませんか？いいえ。それは亡きガライが残したこの町にとって大事な品。どうかお返しくだされ。はい、じゃあ、どうぞ。アイノは銀の盾ごとを渡した。魔物に怯えて逃げてしまった町の人々もこれで戻ってきましょう。さあ、こちらは私からのお礼です。アイノは金のブレスレットを手に入れた。よし。この銀の盾ごとは元通り、ガライの思い出とともに、墓の奥深くへ戻しておくとしましょう。旅のお方、あなたのおかげで銀の盾ごとを後世に残すことができます。本当にありがとうございました。いえいえ、全然。クエスト、お騒がせリサイタルをクリアしました。いやー楽しい。めっちゃ楽しい。ドット絵っていうだけでなんかすごい楽しい。お、人がいっぱい戻ってきたよ。ってことはもう、魔物おらんってことやね。そうそう、銀の盾ごとですが、元通りガライの墓に戻しておきました。いずれ現れるであろうユイ様が果たして銀の盾ごとを手に入れられるのか、ちょっと試そうかと思います。ほっほっほっ。うん。てかこれはどこの世界？この、ドラクエ 10？ 10やっけこれって。10じゃないか。11？
自分が何の仕様か分かんない。天は違うね。天別のやつやね、やりよったけど。この世界観ではないってこと？別の世界？私噂で聞いたのですが、何でもイエス様がララトームのお城を旅立たれたのだとか。ラダトームとかより全然違うね。え、いつのやつ？めっちゃ昔のやつやんね。まあ、ドット絵やけん、昔か。もうすぐイエス様はこの街に立ち寄られるでしょうか。気になってたら何も手につきませんよ。その、なんか昔のドラクエの、何？初期の街というか、そういう感じ？狭いな。やずや、めっちゃ狭いな。昔語りの街、ガライにようこそ。はあ、またこの挨拶ができるなんて思いもしませんでしたわ。本当にありがとうございます。いえいえ。もうこの街には住めないと思っていたが、お主のおかげで再び元の生活が送れそうじゃよ。なんか生活するだけの場所はない気がするけど、だってここ宿屋やろ？ここ武器屋さんやんか。で、ここなんかカウンター。家なくね？これ買えるんかな？お買い物ですか？すみませんね。魔物に商品を奪われていないか、今品揃えを確認しているんです。なるほど。この人話したね、さっき。偉大な吟遊詩人ガレイが作ったというこの街が、魔物に奪われるなど、二度とあってはならんことじゃ。ありがとう、名も知らぬ若者よ。わしらはこれからも、ガレイの名を守っていくつもりじゃよ。私のことも、語り継いでくれるかな。やれやれ、すみませんね。魔物に荒らされてしまったので、お店はもうしばらくお休みいたします。バーとかなんかかな？そんな感じっぽいよね。え、じゃあ、やずやも？お、あなたはこの町の救世主様じゃないですか。どうぞゆっくりしていってください。とは言うけど、寝かせてはくれないのね。あ、ここにも人いっぱいおるんや。なるほど。噂ではどっかの町に、勇者ロトの着ていた鎧があるらしいぞ。一度見てみたいものじゃの。勇者ロト。ワン、ツー、スリーとかそのあたり？かな。昔は遥か南の方のドムドーラという町まで旅をしたものだ。あの頃は若かったぜ。一応私さ、ドラクエって最初の方のも全部やっとると思うんやけど、スーファミとかで全然覚えてないや。お、あんたこの町を救ってくれた人かい。持ってけドロボー。ここにあるのは全部私の財産さ。ごめんね、すでに取ってるんだ。あんたがいなければ私は今頃命を落としていたかもしれないからな。お礼を惜しむつもりはないぜ。そんな大したもん入ってなかったと思うけどな。私男なんて嫌いよ。だけどお兄さんは優しそうだから私嫌いじゃないわ。お兄さんさえよかったらずっとこの町にいてもいいのよ。めっちゃ痛い。超痛い。素朴な町。これからはガライの墓が荒らされぬようしっかり見張りをしなくてはな。あ、見てこれ、斜めに斜め向ける。そんなわけで私は忙しい。町のことについて聞きたかったから、聞きたかったら隣のやつに聞いてくれ。この人？これからは町に魔物が入り込まぬよう、しっかり見張りをしなくてはな。てか、この人たちも逃げとったん？どういうことよ、戦えや。そんなわけで私は忙しい。町のことについて聞きたかったら隣のやつに聞いてくれ。延々と。こっちは結局やっぱ進めんのかな？は、進ませてくれね。あの先にお墓とかがあるんじゃないん？違うん？ってことはもうあれだな。ワープして戻る感じだな。私、行く先行く先でなんか合言葉もらえるんかと思ったけど、そういうわけではないんやね。そういうのとは違うんですね。出口もないし、町の。戻ってきたよ。解決してきたよ。おう、勇士様、お戻りになりましたか。はい。アユナは四つ族の長老に冒険の書の世界であったことを話した。なんと、冒険の書の世界のガライの町が魔物に襲われていたですと？これはわしの予想ですが、おそらく冒険の書が怪我されたことで、中の世界の歴史が書き換えられたのでしょう。あ、じゃあ何、本来そのガライの町は別に襲われてなかったん、昔は。普通に勇者が立ち寄るだけの平和な街やったんかな。書き換えられた歴史を元に戻すには、冒険の書の世界で困っている人の頼みを聞き、解決すればよいのではないでしょうか。でもまあそれが起こったことは消えんと思うけどね。あとまあ、勇者ではないのになんか謎の青年が助けてくれたみたいな歴史が残る気がするけど。
ロトゼタシアにいる四つ族に話しかければ、きっと見つけた冒険の書の合言葉をユイス様に教えてくれるっち。ロトゼタシア。うんうん。どこだ？そうして冒険の書の合言葉を集めていけば、この世界のことロトゼタシアって。今更なんやけど、めっちゃ。いつかすべての冒険の書を元に戻すことができるはずっちよ。うんうんうん。勇者の功績を伝えるという四つ族の使命は、あなたの活躍にかかっております。よろしく頼みましたぞ、勇士様。ってことは、これはなんかそのメインストーリーを進めながら、ちょいちょいこの四つ族見つけて話しかけてクリアしていくサブクエ的な感じってことかな。私的にはこのサブクエの方が楽しいんやけど。え、消えた。え、一回行ったとこにはもう行けになるってこと？あ、行けるやん。なるほど、わかりやすくってこと？わかりやすく光ってるところが今ちょっとピンチですよ、行けますよ、みたいな。なるほどね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。